まるで韓流スター週刊女性プライムの表紙を飾る日本維新甘がっぱの会の大阪府知事吉村、2020年5月12日今週発売週刊女性5月26日号の表紙と中身はこちら。2行だけ読みますね。今週号の表紙は新型コロナ対策の対応で露出が急増中の吉村義文大阪府知事です。中面では吉村知事の歩みをファッションとともにプレイバック。いらんわこんな持ち上げ方されるとどの動画にも言わんとあかんなと思うのが、今年2月にですね、大阪府は中華人民共和国上海市と江蘇省に医療防護服など5000セットずつを1万セット送ったんですよ。で、在庫ゼロにして、在庫がないから国になんとかせ。で、大阪市長が甘がっぱ送ってって呼びかけたんですよ。で、心温まる善意の甘がっぱ美談にしようとしとるけど、いや、そもそもやな。なんで中国に1万セット送って、在庫補充せえへんかったんやろ。アホやろこいつらって私は思ったんですね。甘がっぱ、シリアとか、ダイソーとか、キャンドゥとか、100均におろしているところに、すまへん、甘がっぱ、あるだけ売ってください。で、一括で買えよ。その方が、大阪市か府か知らんけど、職員の手を煩わせることはないやろ。各家庭にあった甘がっぱ、新品でもどんな保管のされ方しているかわからんねんで。変な匂いもすんで。中にはカビてるやつもあんのんちゃうの？甘がっぱの発想、貧乏発想、めっちゃええアイデアや思ったんかもしれんけどやな。助け合いの精神、美談。医療防護服、うち作りましょうか、言うたところ無視したらしいな。詳しく知らんけど。で、孫正義のところと手組むとか、もうお前らやってること気な臭いねん。って思いつつ、週刊文春、2020年5月21日、病院統廃合、保健所3割減、吉村府知事、テレビで語らない不都合な真実。吉村を持ち上げるマスコミ、小池百合子のようやな。百合子グリーン、都民ファーストの会、までやったな。赤い勢力は、小池百合子を持ち上げて総理にできるって思ってたんかもしれんな。東京都知事なのになぜかシャシャリ出て、新党を作る。希望がなかった希望の党を作りましたよね。民主党の連中をなんとか生き残らせる必要があったので、小池百合子に白羽の矢が当たったんやろな。知らんけど。小池百合子は、自民党でしたが、その前が新進党なんですね。自由党とかにもいましたが、そもそもは、あの残念なお殿様、陶芸家の細川守弘が作った日本新党におったんです。でね、細川守弘って朝日新聞記者を経て政治家となったんですけど、おじいちゃんがドアカのこの近衛文麿やねん。この近衛文麿の次女の長男やねんな。で、この近衛文麿いうやつは、私が調べたところ、この近衛文麿はとてもええとこの子なんですけど、生後間もなくして母親を亡くして、幼少の頃にお父様を亡くしたために、世間を恨み倒してた感じ。血筋の良いブルジョア人やねんけど、どんどん赤く染まっていったんやろんな。で、この近衛内閣のブレーンに、日中戦争を推進した元朝日新聞記者の尾崎穂積ってやつがいたんですよ。尾崎穂積は後にスパイとして死刑になってるんですね。私死刑大好きで、犯罪を犯したやつが死刑執行されたって聞くと、やったーって思うんですけど。で、尾崎穂積っていうのはゾルゲ事件でスパイとして死刑になってるんですよ。ゾルゲ事件については、ここでは割愛いたしますが、まあ、何しか気な臭いのよ。小池百合子の周辺。ということをお伝えしたくて、日本新党細川守弘の話もぶっこんでんけど、次に新進党っていうのに行っとんねんな。この新進党がやんな、オープニングセレモニーの時に子供たちに紺色のスカーフと赤色のスカーフを任せて登場させとんのよ。政治的に赤いスカーフを巻くっていうことは共産主義の誓いを立てとるっちゅうこっちゃ。
あのプロレスラーで政治家やったアントニオ猪木も赤いスカーフ巻いて北朝鮮行ったりしてたやん。でインターネットでは日本人であるならば保守でないといけないみたいな洗脳が繰り広げられてて、保守の鏡とされる夫妻がいてんけど、立ち上がられへんかった日本とか日本のなんかをなんかすると、そこの当主だったおばはんと旦那はアントニオ猪木と赤いスカーフを巻いて演説しててんけど、うーわきっしょ、ああこの夫妻のきな臭さはこれかって正体見たりって感じでそっとじしてんけど、おばはんの旦那は麻生政権潰しの第一人者で、いきなり大臣になった瞬間に教祖が悪い言うてマスコミ大騒ぎなってんけど、あれは指令されて言い張ったんかな、その辺は全く分かれへんけど、あそこから遡って見てるとこの世の中には赤い勢力に操られてる政治家がおんねんなと思って、間違いないような気がすんねん。小池の話に戻りたいねんけど、もう一つ赤いスカーフ、野田佳彦と今自民党に入り込んでもった長嶋昭久とのツーショット写真で赤いスカーフ巻いてんの見たで。日本で保守とか言うてる連中って韓国の宗教団体である統一教会系、世界日報セニチクラブの子飼いのおっさんとおばはんとか、お幸せな宗教、あの後ろから前原さんも保守や言うてたから、保守っていう人たちジャンル信用したらあかんって思うよ。まあいろいろぶっ込みすぎたけど、話戻って、小池のおばちゃん一時期持ち上げられてたのは、次の選挙のため希望がなかった希望の党を作って、今は国民民主党っていう名前に変わったけど、散々持ち上げられてボロボロにしたやん。そんな感じの吉村府知事やと思うねんけど、次の選挙でなんとか生き残らせたい民主党系、社会主義インターナショナル系の国際組織やねんけど、まあ、そいつらをなんとかしたいがための吉村広告塔なんちゃうの。日本維新の会は旧民主党の連中が紛れ込んでたり、結構やばい政党やと思うねんけど、マスコミの洗脳が効きすぎて維新はいい政党と思い込んでる人が多い。私はどうでもいい政党、あかん政党と思っています。この間政治家辞めましたけど、谷畑隆っていうやつがいて、これが相当えげつないやつやってんな。谷畑隆は上田匠っていう元共産党、そして共産党系の日本の声っていう政党から日本社会党に行ったやつの秘書やってて、部落解放同盟関係の方やねんけどね。まあそれは置いといて、吉村は大阪市長時代にヘイトスピーチ条例っていうのを作って、日本人に対して言論弾圧をするような基盤を作ったやつやで。で大阪都構想しつこくしつこくやろうとしているけど、外国人特区を作って外国人を優遇しようとしているだけちゃうの？私それだけで論外やと思うねんけど。大阪ってちょっと恵まれてないところで、大阪の自民が共産党と組んでみたり、ちょっと気色悪すぎることをやったから維新が救世主のように見えたんかもしれんけど、最もあかんとこやったって私は思っています。吉村はいずれ小池百合子のようになっていくんでしょうね。